ハロー、たびやきです。めちゃくちゃ寒い。ただいま大寒波が来ております。今日近畿がやばくて明日関東がやばいみたいな感じで、そんな俺は近畿生まれ近畿育ちの関東ナウということで、本日やってきましたのが竹役所まずい店シリーズでございます。そもそもこのね、あの状況がまずいと思う。俺どうしようかな。明日東京から大阪に帰らなあかんねんけど、一番寒波でどうしようもない状況の時に帰らなあかんっていう、この状況がまずまずいねんけど、まあその前にね、本日撮っていきたいのが、だその日本一シリーズとそのまずいシリーズで、日本一まずいラーメン屋さんに本日は行ってみたいと思います。もうそれがね、日本一まずいって書いてるんよ。ということで、本日皆さんに紹介したいのがこちらです。見えますか、日本一まずい店。元祖日本一まずい元祖ってなんやねん。登録商標の店って書いてるけど、そんなんかドヤって書いてるけど、日本一まずい登録商標せえへんやろ誰も。あーでも違うんか。もしかしたらそのね、 YouTube と一緒でさ、無関心より好きか嫌いかみたいなっていうので目立つようにしてんのかな。はい、というわけでこちらの店でね、ラーメンを食べていきたいと思うんですけども、本日の検証、日本一まずいと言われているこちらのオロチオンラーメン、評価が低い、口コミが最悪、食べログも最悪みたいなとこも言ってきた竹焼翔が、本当にこの日本一まずいと言われているオロチオンラーメンを食べて本当にまずいなって思うのかどうか、はい、検証していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。竹焼き翔、なんかね、俺この後仕事の人と会食みたいなのがあんねんけどさ、寒波が来てるからお店が閉まってきてるみたいな、しかもなんかタクシー捕まれへんみたいなこと言ってて、もしかしたらその飲み会がそもそもなくなるかもしれへんって言われてる状況で、 もしかしてこの店閉まってるかなと思ったら、バリバリ営業中。いらっしゃいませ。はい、じゃあ早速中に入っていきましょう。何頼むかな、ちょっと待って、ちょっと気に入ろうか。激辛ラーメン系なんだ。うん、それで321ってバイバイ明るくなってきます。ちなみにまずいっていうその名前の由来みたいなのってあるんですか。だから印象付け、印象付けだから印象付け、印象付けで、まずいって言った回答はあんまりないけども、うん、それでもしまずかったら看板と同じ相手になっちゃう。ああもう別にそれはそれでみたいな。そうそう、それはそれでいい、看板とか。タイトル詐欺は YouTuber 自由。どれでしょうか。ちょっと見て決めます。はい、トリプルとかあるやん。マジか。どれぐらい辛いんや。結構辛いですか。私は食べれない。私は食べれない。ハンバーグで結構辛みと甘みとコクが出て美味しいんだけども、まあこれ以上上いったら、普段辛いの食べてられれば大丈夫かな。ここからどうせやったら2番の方で攻めて。はい、ちょっと味噌少々味わい。一番どれがおすすめですか。好みだけど味噌の。じゃあ味噌で。口当たりが意外と、ああ軽減される辛さが。そうそう、これできます。トリプルじゃない。トリプル。え、3人とも、3人ともうちょっと、こんな色でもやってみます。どんなんですか。ああ地獄の色や。とんでもない色や。ということでね、一番辛いやつより、別にね、今回激辛にチャレンジしに来たわけじゃないからさ、せめてちょっと1個下のやつに行きました。あのさっきお姉さんとお兄さんが見せてくれたのが一番辛いやつみたいですね。いやでもまさか日本一まずいラーメンの理由がそんな理由とは。完全に YouTuber やってますね。住みかっこや、住みかっこ日本一まずいや。まあでもそこでやっぱ来るもんな、お客さんとか。やっぱね、普通の名前で来るよりパワーワードみたいなものに吸い込まれてくるやんか、日本一まずいとかさ。なるほどね。でもそうですね、賢いですね。それでね、お客さん来たらいいしね。でも今の時間帯誰もおらんくなった。そして誰もいなくなった。本当にまずいです。ほい。うわ結構赤い。そう、味噌ね。結構赤いね。あとなんか一品どうしようかな。何がおすすめですかね。これチャーシュー入れたりとか。あなるほどね。じゃあチャーシュー2枚と、あ、イカ刺しとかあるんや。はい、へえ。じゃあイカ刺し、オンラインで取れたイカとかですか。え、オンラインで取れた、これで取れたってか分かんないです。嘘やけじゃない。いや神奈川の方まで来てるから、なんかそこら辺でなんか海近いからそうかなと思った。全然違うかった、関係なかった。さあとりあえずこちら日本一まずいラーメンでございます。チャーシュー追加2枚。とろみが、味噌のとろみが、これ絶対辛いやつのとろみの付き方やん。はい、こちらが日本一まずいラーメンでございます。具がネギ、メンマ、キクラゲか。こうミニチャーシューみたいなのが入ってるのか。で、追加のやつ2枚って感じですね。いい？いいですよ。この取り合いっこみたいな。過去取れました。顔が取れてない。顔が取れてない。あ、どうですか。いただきます。あ、辛っ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 
辛いです辛いです、思ったより辛い。あ、でもうまいわ。なるほどね、めっちゃ卵麺。あー、そういうことか。いや、パッと辛いねんけど、うん、ちゃんと旨味を感じれる。味噌やからうまいわ。さあ、こちらとどこさんかわからないイカ刺しです。え、珍しくない？青のり振ってる。うん、歯応ええぐ、めっちゃ反発してくる。反抗期やなこいつ。慣れてくるぞこれ。感覚麻痺してきてる。ちょっとずつ辛みみたいなのがなくなってきた。旨味だけが残ってきてる。いや、普通に全然まずくないぞこれ。てかさ、最近思うのがさ、すごい YouTuber とかさ、そういうものに対してさ、イメージ像みたいなの勝手に作ってて、この人はもうこういう人だって決めつけてるみたいなさ、あるなっていう風に思ってて、なんか俺もいつの間にか何回か動画で言ってるけど、超いい人キャラみたいになってて、コメント欄とかで怖い怖いと思ってて、マジで全然いい人じゃないし、いい人やったら10年前に YouTube 始めてない。いや、それなんかね、 YouTube 最初に初期に始めた人が耳が悪いやつみたいになってるから、ちょっと今の撤回するわ。いや、別に撤回せんねえわ、俺悪いし何やろ、ほんまに自分でいいやつなんて思ったことないし、動画とかね、編集できるからさ、わざわざ悪い部分使わんやろ、カットするよ。ただ俺がこの仕事が好きなだけとは思うけどね、本当にね、天職やと思う、竹役所 YouTuber って。本当にこの仕事が好きやから、それを続けるためにはどうしたらいいかっていうのを常に考えてるから、まあそれが YouTube に対して真摯に向き合ってるっていう風に思われるのかな。 YouTube をやめたくないから頑張ってるって感じかな。これは本当にずっと死ぬまで続けていきたいなと思うからさ。あ、ちょ、え、ピーも入ってる、珍しい。ピーマンうまいな。え、初めて食ったかも。ラーメン入りピーマン。じゃあラーメン入りピーマンちゃうわ。ピーマン入りラーメンや。ラーメン入りピーマンやったらピーマンにラーメン入ってるみたいな。完全にミスったよ。ピーマンメインになってもた。うん。癖なってきますね。だん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 美味しく感じて。いや、もともと美味しいけど。あとピーマンが合う。合うんですよ。今熱いですね。オロちゃんはめちゃくちゃ熱いな。オロちゃんっていう流派。東京取ってるの、東京ラーメンの。オロちゃんってチェーン店なんですか？チェーン店じゃないけど。ここだけ。ここと石原が支店があるの。あと沖縄が本店。リトルトーク。え、ロサンゼルスにあるの？え、すごいな。LA で。LA で。お母さんの口から LA なんて出てくるなんて。もう一回辛くなってきた。ちょっと待って、みんな。辛い通り越して旨味に変わったけど、もう一回辛みきた。ポニョのオルゴールに入ってる。歯医者かな思ったわ。やばい、歯医者行くの忘れてた。今ので思い出した。いや、俺はほんまにそういうなんかちょっと社風的な部分あってさ、社会不適合的な部分、俺大人になって怒られたくないからさ、ちょっと仕事で行かれへんくなった時についなんか怒られそうやん。何でサボってたんですかみたいな。俺それ言われるんが嫌で、サボっちゃうよな歯医者とか。いや、あかんよな、これは大人としてダメや。わかる、嫌じゃない、今痛みないしみたいな。例えばここ虫歯っぽくて嫌やったなっていう部分が詰め物かなんかされて応急処置されたらさ、詰め物で生きていけるっていう風になっちゃうから、いや、あかん。ちょっと、うん、みんなまかんで言って、歯医者行ってって。あとこれもコメント欄で来てたけど、コメント返信とかどうしたらしてくれますかみたいな、なんか DM までされるのにやみます、返してくれませんみたいなっていうと言われたら余計返しにくいなと思ってんけど、俺絵文字あんま使うんから絵文字がついてない。全然まあしてくれてはいいけど、なんか返しやすいのはやっぱり絵文字ついてるやつかな。なんか慣れへん、やっぱ絵文字ついてるのとか。あんま得意じゃないの、ほっぺた赤いやつとか。何を言ってる、そのびっくりマーク赤いとかさ、なんかザおじさん構文みたいな絵文字ついてたら返しにくいな。どう返せばいいかわからんねんな、絵文字多いやつって。申し訳ないけど、あとは、うん、数打ち当たるとか、まあ、そっち系かな。コメントしてもらえるってだけでめちゃくちゃありがたいことやからさ。未だにやっぱあの10年前 YouTube 初めて、本当に初めて動画を出して見ず知らずの人からコメントついた、あのやっぱね、感動っていうの忘れられへんもんな。すごいことや、俺が知らん人が俺のこと知ってるっていうのはすごいことや。で、大体言われるねんな、そういう状況になったらさ、なんか遠くなっちゃったなみたいな。もともと近くない、俺は知らんお前のこと。でもね、やっぱイベントとかやってたらさ、あ、やっぱこういうのをやってファンと距離近くして、そのなんかね、面と向かってこう目見て喋るってすごいいいことやなと思ったから、遠いなって思ったらね、イベント来てくれたらいいだけの話だから、合ってるよ。これやっぱ思ったのは、やっぱイベント好きやな。コロナもなんか4月からだいぶ収まりそうな感じのこと言ってるやんな。そうなったらもっとなやりたいけどな。
辛くて水めっちゃ飲んじゃうわ。辛くて唇腫れてきた気がする。てかさ、まあ、いろんなアーティストしかり芸能人しかりクリエイターしかりさ、そういう人たちのポーズとかあるやんか。一緒に写真撮るときにその人のポーズするとかさ、東海オンエアとかピースの二乗みたいなのあるやんか。俺にも一応それがあって、今更ながら流行らしていい？俺のイベント来たときにそれする？それこそ8年9年ぐらい前に作ったポーズやねんけど、たこ焼きショーっていう名前で大阪で活動してたから、たこ焼きって呼ばれることが当時あって、たこ焼きショーみたいな勘違いされることもあって、たこ焼きっぽいポーズって何やろうなと思ったときに、小指、これ爪楊枝です。たこ焼きでいうとこの爪楊枝、たこ焼きを刺すみたいな、これクソみたいなポーズだってんけど、これもう一回流行らすか。なんかね、一緒に写真撮るときとかね、難しいね。ポーズありますかとかさ、だから昔からのファンやったら知ってるとは思うよね、このポーズ。懐かしい、8年9年ぐらい前のポーズやもんな。なんかあったらこれで撮ろうみたいな感じの風潮とかあったからさ、だから昔のオフ会とかもしあったら、この写真でやってると思うねんな。あ、やってるわ。ダサい、ダサいとか言ったらか、今から流行らすねんか から昔から知ってるファンはこれ多いやる。ちなみに48の若葉っておるやん、あいつなんかそれを時代から見てるらしくて、未だに俺と会って俺と写真撮ってプロポーズするに腹立つなやつ。すんなよ。まあでもすんなよって言っても今復活させるからな。だからこれ見たみんなは次イベントあった時に言うてきて、これやりましょうっつって、あああれなって言ってやるから。結構量多いねんな。麺めっちゃ多くない？何玉入ってんの？っていうぐらい量が多い。うん、ということで今回日本一まずいと言われているモロチオンラーメンを食べました。そんな俺は今から東京に戻るんやけどね、大寒波が来てるからマジで早々に帰るなら怖い。路面とか凍らんかな、てか明日大阪に帰れるかなっていう不安もある。はい、ごちそうさまでした。はい、というわけで改めてごちそうさまでした。今回の検証、日本一まずいって言われるラーメン、まあ、いろんな店行ってきたたこ焼き、本当にまずいのかどうか、普通に美味しいよっていう感じのラーメンでした。まあそうですね、とりあえずインパクト残そうっていう感じだったんで、YouTuber 的な思考やなっていう。はい、というわけで検証結果、ここの店主は YouTuber です。はい、ここの店主は YouTuber です。